ときめき恋はスクランブル。俺は入山聡。これといった特徴のないつまらない男だ。しばらくあなたの家に居候することにしますわ。え、これはそんな俺のもとに住む世界が違うお金持ちのお嬢様と突然同居することになったという突拍子もない物語である。はあ、暇だ。ある日の休日、俺は目的もなく外を歩いていた。父子家庭で父の出張が多い俺は家にいてもいつも一人。ん？なんだろう、迷子かな。妙に挙動不審だけど、何か困ってるのか？もしかして困ってます？よかったら力になりますけど。あらあら。ん？貧乏風情がこの私にどうやって力になるって言うんですの？あ、やばい。声かけたらダメなタイプの人だ。まあ、いいですわ。溺れる者は藁をつかむと言いますし。はあ。ちょうど先ほど、連れの者とはぐれてしまいまして、荷物もすべて預けていたものですから、今手元に何もなく。携帯は？同様に。なるほど。明らかに変なやつだし、すでに声をかけたことを後悔し始めてるけど、困ってるのは本当みたいだしな。わかった。俺でよければ力になるよ。ええ、猫の手より役に立つことを期待しますわ。とことん失礼だな、この子。ところであなた、お名前は？入山聡です。私は王のアンナですわ。では、よろしくお願いいたしますわね。さて、聡、ひとまず、どこか食事ができるところへ案内してくださらない？私、今非常にお腹が空いていますの。わかった。それなら、俺はちょうどお昼ご飯を食べに行こうとしていた店に連れて行くことにした。何ですか？この貧乏臭いお店は、シェフは？ウェイターは？聞こえてる。牛丼屋にシェフなんていないよ。やっぱ連れてくるんじゃなかった。食べたことないだろうけど、本当に美味しいから。ふっ、こんなところで出てくる料理で、私の舌が満足するわけ。うまー！え？なんですの、この料理！うますぎますわ！そう。一体いくらするんですの？1万？いや、まさか10万！400円だけど。400円？いちいちリアクション面白いな、この子。大変満足いたしましたわ。気に入っていただけてよかったよ。まさか牛丼を食べるのが生まれて初めてだったとは。ええ、そもそもこういう庶民が使うお店に入ったことがありません。ふーん、頭おかしい人だと思ってたけど、もしかして本当に世間離れしたお嬢様なのかな。あら、あそこは何ですの？何か面白そうな雰囲気ですわ。ゲーセンだよ。面白いんですか？まあ、そうだね。では行きましょう。案内してください。ちょっと。俺たちはゲーセンで UFO キャッチャーをしたり。うむ、この光るボタンを押せばいいんですの？そうそう、画面の指示に合わせて。なんでこの私が機械ごときの指示に従わなくてはならないんですか？ゲームだからだよ。アイスを買ったりした。こんな食欲をそそらない見た目をしたものが美味しいわけ。うまー！愉快な人だな、君は。こうして、俺は彼女の興味が赴くままに、いろいろなところを案内した。はぁ、とっても楽しかったですわ。よかったね。俺はだいぶ疲れたよ。サトシのおかげですわね。時間を忘れて楽しめました。別にこれくらい。俺じゃなくても。そんなことありませんわ。サトシだからこそです。ああ。何の取り柄も、面白みもない俺のことを、そんな風に言ってくれるなんてな。お嬢様！あら、ジーヤ！うん？ずいぶん遅かったですわね。申し訳ございません。探しても探しても見つからず。よかったね、連れの人見つかって。そうですわね。私は少し残念ですが。え？いえ、なんでも。さて、では私は戻ります。
あ、うん。サトシ、このお礼は必ずいたしますわ。期待しないで待ってるよ。期待しないで？それは私を見くびりすぎですわね。それでは、ごきげんよう。近いうちにまた会いに来ますわ。うん、さようなら。お嬢様って呼ばれてたな。やっぱり、本当のお金持ちの人だったんだ。最初はめんどくさいって思ってたけど、楽しかったな。ちょっと寂しいけど、これっきりだろうな。しかし、翌日。はーい。ごきげんよう。うわぁ！約束通り、お礼をしに参りました。どうやってこの家が？どうやっても何も、調べさせたのですわ、家の者に。では、早速ですが、例のものを。はい。うわっ！これが昨日のお礼になります。差し上げますわ。ちょ、いくら入ってるんだよ、これ！いくら？いくらでしょう。まあ、4000万くらいはあるんじゃないですの？はぁ？ 4000 万？小銭感覚で何言ってんの、この子！とにかく、こんなの受け取れないよ。はて、いらないと？うん、こんな大金もらうようなことしてないし。もう、意外ですわ。お金を差し出していらないと言われたことはありませんでしたし。お礼とか気にしなくていいよ。昨日はただの善意で。そういうわけにも参りません。何かしらお礼はしなくては。あ、そうですわ。うん。私、しばらくあなたの家に居候することにします。はあ？庶民がどうやったら喜ぶかを知るには、まず庶民の気持ちにならなければなりません。あなたと生活を共にすれば、それも見えてくることでしょう。ちょっと待ってよ。俺一人暮らしみたいなもんだし、いきなりそんな。いけませんか？断るに断れない圧を感じる。わかった。それで良いのです。悪いようにはしませんわ。こうして、半ば強制的に、アンナとの同棲生活が始まった。それから数日間、いろんなことがあった。と言っても、俺は普通に今まで通り生活しているだけなのだが、一つ違うのは、いつでも彼女が俺の行動を観察してくる。はぁ、なんかどっと疲れた。サトシ、入ってますか？うん。では、お背中お流ししますわ。はい！いいって、そんなことしなくて。しかし、お礼らしいお礼もできてませんし、これくらい。とにかく、大丈夫だから、ね！はぁ、いろいろお礼をしてくれようとしているのはわかるけど、まさか風呂にまで入ってくるとは。男相手に嫌じゃないのかな。せっかく勇気を出して入りましたのに。今度はお料理ですか？うん、明日の仕込みをしとこうと思ってね。サトシって家のこと何でも一人でできますのね。でも面倒ではないですか？やっぱりそういうのは他人に任せた方が。平気だよ。それにこういう手間も含めて料理ってのは楽しいもんだからさ。ほーん、手間も含めて考えたこともなかったですわね。翌朝、さて朝食の準備を。あれ、あらサトシ、遅いですわよ。え、何してるの？見ればわかるでしょ、朝食を作ってますの。え、アンナが？はい。作ったことは？ありませんわ。大丈夫なのか、それ。どういう風の吹き回しかわからないけど、無理しないで待っててくれれば俺が。いつもそうしてましたもの。え？家でも外でもずっと誰かが何かをしてくれるのを待って生きてました。あ、ここに来てからですらそうです。サトシにお礼をしに来たのに、私はサトシが何かをするのを待っているばかり。アンナ。だから手間をかけてみることにしたんです。なので、
待っていてください。私なりにいろいろ調べながら頑張ってみます。わかった。なんか見直したな。もちろんもともと悪い子だとは思ってなかったけど。お、できた。できたといえばできたのですが、ダメですわ。全然うまくできませんでした。はあ、そりゃそうですわよね。今まで何もしてこなかった人間が一日頑張ったくらいでうまくいくわけ。ちょっ、そんな出来の悪いものまずいに決まってるのですから、無理に食べなくても。料理の味はさ、作ってくれた人の思いやりや手間と一緒に味わうものだから。今までそういうことやってこなかったアンナが俺のために作ってくれた、その事実だけで俺は十分美味しいと思えるよ。サトシ、サトシ、はあ、早いものであれから1ヶ月が経った。あの日料理などを作りお礼をするという当初の目的を果たした彼女は翌日に俺の家を出て行ってしまった。はあ、振り返れば彼女といた日々は最初から最後まで振り回されてばかりだった。その代わり退屈とは程遠い時間でもあった。今度こそもう会うこともないんだろうな。今更になってこんなに引きずるなら一緒にいる時にもっと。トシ、はあ、サトシ、え、何ため息ついてますの、サトシ。アンナ、どうしてここに。どうしても何も、転校してきたんですわ。はあ、詳しく事情を聞いたところ、彼女が一度実家に帰ったのはこの通う高校へ転校するという話し合いを父親とするためだったらしい。さらに俺の家にもまた同棲をしに来ると言い出したのだ。安心してください、ちゃんとお父様に結婚の許可もいただいてまいりましたから。結婚、ええ、さすがに同棲するなら将来を決めた相手でないとできませんし、ちゃんと順序は心得てますわ。全然心得てないと思うんだけど。あら、サトシは嫌ですの。嫌っていうわけじゃないけど。なら問題ありませんわね。楽しみですわね。家具は二人で選ばないと。可愛い洋服も必要ですわ。それから、こんなに嬉しそうならまあいいか。そして数年後、彼女の宣言通り同棲は続き、本当に俺たちは結婚をした。海に行きたい気分ですわ。ああ、海か、いいね。では決まりですわね。今からハワイに行きましょう。ハワイ？今から？相変わらず振り回されっぱなしの日々だけど、退屈のない幸せな時間を過ごしている。ミルです。皆さん、恋人に作ってもらうならどんな料理がいいですか？